この動画は、今ご覧になっている、皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。皆さんおはこんばんちは、うぷ主の親友です。今回のレースは、シャンパンファイトで、富士ステークスです。ここから連勝ランキング目指して、まずは4連勝取りに行きましょう。富士ステークス 1600m、 なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。先頭に立ったのはガルボ、内を通ってスルスルとダローネガが上がっていきました。9番サンライズプリンス、外から行こうというところ。サンライズプリンス、それからコスモセンサー、サンライズプリンスが先頭に変わった。この辺りで先頭はコスモセンサー、3番サトノタイガー、内から懸命にシャンパンファイト、赤い帽子サトノタイガー、シャンパンファイト先頭に立った。内から懸命にコスモセンサー、オレンジの帽子フラガラッハ、シャンパンファイト先頭、シャンパンファイトが勝ちました。フラガラッハは2着、3着にサトノタイガー。まあ、楽勝かな。ここから難しくなってきそうだけどね。よかった。とりあえず、4連勝できてよかった。また、パイナップルか。もう、飽きたよ。こら、食べ物を粗末にしてはいけないよ。ごめんなさい。さて、5連勝に向けて、負けられない、福島記念です。1.2 倍の実力を、見せてくれ。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。花を切ったのは8番ドリームバスケット、そしてその後ろから5番ダイワファルコン、それからもう1頭10番さあ福島競馬場のスタンドから大歓声が上がります。5連勝なるか。シャンパンファイト、ダイワファルコン、それからサクラアルディとシャンパンファイトが2番手、13番サクラアルディとシャンパンファイト先頭だ。ミッキーパンプキン、そしてその後ろからダイワファルコン、シャンパンファイトが1着。あとは写真です。やったねー、5連勝達成。よくやった。まあ本番はこれからだけどね。全国ランキング目指して、頑張ってね。はい、わかりました。ゲームを終了しています。ゲームを終了しました。またのお越しをお待ちしています。